ハイン・リヒ、ハインツ・トレットナーは、ドイツの軍人。1964年から1966年まで、第三代連邦軍総監を務めた。プロイセン王国軍人の息子として、ベスト・ファーレン州民伝に生まれる。1925年に、デュッセルドルフのギムナジウムを卒業後、陸軍に入り、第18期兵連隊に、士官候補生として配属される。 1929年に少尉に任官。1932年11月から航空学校でパイロットとしての教育を受ける。1936年から1938年までフーゴ・シュペルレの副官を務め、コンドル軍団の参謀隊員としてスペイン内戦に従軍。帰国後参謀教育を受け、1938年1月より、 第7航空師団の高架両兵連隊の参謀となった。第二次世界大戦が始まると、クルトシュテント師団長の参謀少佐として、オランダ侵攻作戦を立案し、その功により、騎士鉄十字章を受章した。1941年には、クレタ島の戦いに従軍、ついでバルバロッサ作戦では、スモレンスク北方での戦いに参加した。少に昇進していたトレットナーは、 連合軍のイタリア上陸後の1943年11月に、ベネツィアで編成された第4高科領兵士団の士団長に就任。1944年まで、イタリア中部での戦闘に従事し、アメリカ軍第91不評師団と対峙した。1944年9月、ローマをめぐる戦闘での功により、白楊不鉄十字賞を受賞。 ドイツ降伏後の1945年5月、アメリカ軍の捕虜となった。1948年に釈放され、当初キリスト教の団体で働いた。1949年、デュッセルドルフのガラス販売会社で小売業者としての職業訓練を終了。1953年、ボン大学で経済学と法学を学び、1956年に卒業した。同年、 新設のドイツ連邦軍に少将として入隊。北、大西洋、条約機構欧州連合軍最高司令部、兵団部長として、パリに駐在した。1962年2月、第1軍団長に就任。1964年1月、第3代連邦軍総監に就任。1965年、組織運営上の問題をめぐって、海部フォンハ国防相や、 国防省官僚と対立。連邦軍の労働組合許可問題で国防省に無視されたと感じたため、1966年8月に辞任した。その後は引退生活に入る。レジオンドヌール勲章、英国王室、ビクトリア勲章、米国のレジオンオブメリット勲章、イタリア共和国功労勲章、ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字制。 大受賞などを受賞。2005年、コンドル軍団での過去を理由に、国防省が空軍戦闘団の通称からベルナー・メルダースの名を削除した際、国家政策研究所の呼びかけに応じて、これに反対する宣言に署名した。このため同年のドイツ連邦軍創設50周年式典にも参加しなかった。翌年99歳の誕生日の前日に、 メンヒエングラートバッハ近郊で死去した。トレットナーはドイツ国防軍の将軍の中で最後の生き残りであった。ありがとうございます。